藤原忠氏藤原忠氏は、日本の詩人、評論家。福井県鶴ヶ市に生まれる。法政大学文学部哲学科で、三木清谷川哲造に支持する。大学時代から、生活者に、小説、詩を投稿し、1936年に、草野新平に誘われ、歴定の導人となる。その後、南満州鉄道調査部に勤務し、評論を上司する。 1944年に第一詩集、天地の間を観光。戦後は、法政大教授となる。1957年に、山室聖羅としざしし、詩雑氏花粉を発酵する。1964年には、山梨県北駒郡大泉村西出に山荘を所有し、夏季の間は、同地で試作を行う。1979年には、第五詩集、缶を観光し、 館には、開駒の後ろからなどの八ヶ岳山録を題材とした、市も含まれている。また、藤原の山荘の所在する北都市、大泉町西出の最寄りには、小海線の海大泉駅が所在している。小海線は、山梨県の小淵沢から、長野県小室を結ぶ単線の鉄道で、藤原は小海線を題材とした、小海線の歌も手掛けている。 1980年に、勘で、日本詩人クラブ賞受賞。1990年、言葉で、現代詩人賞受賞。評論、詩集の他ドイツ文学の翻訳も行った。1957年度、NHK 全国学校音楽コンクール高等学校の部下大曲、白きくもゆくの作詞者。一宮。 P148 一の宮、P148 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 八の P148。山梨県立文学館館法、第65号、P3。山梨県立文学館館法、第65号、P3。ありがとうございます。